これより令和5年度感染管理講演会を開会いたします。開会にあたり、鹿児島市保健所長新小田雄一がご挨拶を申し上げます。鹿児島市保健所長の新小田でございます。この度は令和5年度感染管理講演会の動画をご覧いただき、誠にありがとうございます。また、皆様方には本市の保健行政につきまして、ご理解とご協力をいただいておりますことに対しまして、この場を借りてお礼申し上げます。さて、新型コロナウイルス感染症が国内で流行し始めた令和2年から社会の在り方は大きく変わり、あらゆる場面での感染対策が求められるようになりました。それから3年が経ち、新型コロナが5類に移行したことで、社会全体では以前のような対策を取る必要はなくなったとされています。しかしながら、医療機関での感染対策は5類移行前と大きく変わらず継続しており、院内感染を引き起こさないように日々の対策を維持されているところがほとんどであると思います。医療機関で実務に従事される方はもちろんのこと、感染対策の責任者の方、また医療機関を運営される方にも感染対策の重要性を常日頃からご認識いただくことが重要であると考えています。こうした状況を踏まえ、今回鹿児島市が推進する感染症に強いまちづくり推進事業の一環として、新たな講演会を開催することといたしました。講演は田主丸中央病院で総合室管理部部長を務めておられます本田純一先生による感染症対策の費用対効果を考えてみませんかです。本講演会は11月30日までのウェブ開催となっておりますので、皆様のご都合に合わせてご視聴いただければと思います。最後になりますが、感染対策は日常の取り組みの積み重ねが重要です。今回の講演会が皆様の業務をお役に立てればと幸いです。